小池百合子氏が参戦を決めた7日投開票の東京都知事選について、久本貴蔵、神戸市長は11日の定例会見の中で、東京さえ良ければいいという地方の衰退に結びつく施策を展開している、小池都政を終わらせてほしかったと述べた。都の施策である18歳以下への月5000円の支給や、介護業界の人手不足対策として、スタッフへの月1万から2万円支給などを念頭に、 あり余る財源を使ってやりたい放題と指摘、周辺自治体だけでなく、地方から今でも不足している人材が東京に行く傾向に拍車をかけると危機感を示した。一方、得票数で2位だった元秋田方市長の石丸新治氏については、一極集中の是正というのは非常に共感。東京のことを考えるだけでいいのかという。 問題提起が石丸さんから出てきて意義があると評した指定都市市長会長も務める久本市長都政の在り方について政策が全国の自治体に大きな影響を与えることをしっかり考えながら進めていただければありがたいと語った以下は視聴者からのコメントです一極集中をやめるためにはまず各省庁の地方を移転からだ それれができななければ、東京への集中は止まらないだろう。つまり国政問題神戸市長は国会議員になって省庁移転の旗を振ってほしいそして最高裁は札幌経産省は名古屋というように地方の一都市に移転するのではなく各地に分散するようにすればいいリモートの時代一極集中によって地震や噴火で壊滅的な被害を被るよりは 今から対策しておいた方がいいと思います。神戸市は人口減少しているが市長ならば東京を恨む前にやるべきことがある。かつて神戸株式会社とまで歌われた誇りを思い出し海運物流に重化学工業を再建するために本気を出せ港湾デラックスコンビナートカーボンニュートラルやるべきことをやって産業を再起させるべきだ。コロナ禍で テレワークうんぬんあり、東京から機能を地方へ移転する企業が、クローズアップされていたけど、全体の数パーセントしかなかったんだろうな。との問題だけではなく、誘致などを含めた地方にも問題があると思う。神戸市長さん、同感です。一番初め、古立一郎さんとの YouTube の中で、東京都について話されたとき、すごい反響がありました。皆、ああ、自分と同じように思ってる人が、 こんなに多く行ったんだ、と嬉しかったのではないでしょうか。あれからしばらくして、あの人が、都知事選に出る、みんな喜びましたよね。地方から応援に駆けつけた、市長さんたち、ボランティアのほうをネットで応援してた我々、最初に、石丸さんに応援する、って言ってくださったドトールの会長さん、KDDI の社長さん、みんな、同じ気持ちだと思います。 だから2週間足らずで1万5000件以上2億7000万円を超える寒波が集まったんです支持もされてないのに全国から集まり一丸となって選挙活動したんですその結果が165万票でそれ以外に宗教も政党も何も関係ありませんなのに選挙終わってからのこの報道はあまりにひどい繰り返されるマスコミによる集団 臨時何か法を作るべきでは日本の面積はアメリカ・カリフォルニア州くらい。これを47の都道府県に分けているのは今の時代に合わない。同州制などで人、物、金を分散させよう。新幹線で高速都市間移動ができることを全く活かしていない。せめて東名阪、首都圏、中京圏、京阪神圏の3カ所くらいに、 省庁や企業を分散させたらどうなんだろうか。今はストロー効果で東京に全部吸い取られている。異次元の改革が必要だ。神戸市長のコメント云々は別にして、確かに東京一極集中により地方から人が流れ少子化の流れを作っているのは間違いない。そのために日本は人手不足、地方の衰退、倒産の増加、定年延長、 農林水産業の衰退などさまざまな問題を引き起こしている。東京都知事が東京さえ良ければという考えであるとしたならそれは間違いである。東京という都市はある意味日本も背負っている。一国会議員などより東京都知事の与える影響も大きく日本全体を背負っているくらいの立場で物事を考えられる人物でないといけないと思う。